そのファイナルクォーター、第4クォーターが始まります。熊本マーベリックス、相手陣19ヤードからファーストダウン10。さあ、三度のクォーターバックのランプレーです。ハンドオフフェイクで自ら中央突破を図りました。これはしかしコルベツのディフェンス陣集まりよく、ゲインは約2ヤードにとどまっております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。先ほどのプレーはランニングバックのプレーでした。キャリア19番、滝本のプレーだったようです。試合再開となります。熊本セカンドダウン8。ナイスラン。ワイドレシーバー28番ジェットモーションスイープで左オープン展開しましたが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。さあ、この反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ここで負傷者も発生していますのでレフェリータイムアウトが入ります。坂井様、前田浩史選手という方が、負傷者ではないかという、メッセージをいただいておりますが、選手名簿の中には前田晴人様がおられますが、前田浩史様はいらっしゃいません。先ほどのペナルティーはオフェンスにあった模様です。5ヤードバッタリとなりまして、セカンドダウンやり直しです。先ほどのプレーは無効となりました。成功。しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。フェイスガード、フェイスマスク、相手選手のフェイスガードを掴んでおりました。先ほどのパスプレーの際に接触していた際、相手のフェイスガードを掴んでいた模様です。この反則は重大な反則として扱われます。反則ありました時点から残り距離の半分まで進んだ状況で、その位置でファーストダウンとなります。さあ、このファーストダウン10の状況で熊本は中央へのランプレーを選択しました。
キャリア31番タックル受けながらセカンドエフォートで大きくゲインし約7ヤードのゲイン。ここは大黒、かつて X2 を騒がせましたその見客を見せております。熊本相手陣5ヤードに入りましてのセカンドダウン3。さあクォーターバック自ら行った、右オープンエラープレー、攻撃権行使になっています。熊本ファースター、しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。失礼しました、反則が発生しております。オフェンスの反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。なんとか押し方とこの時に相手を掴んでいた模様です。10ヤードのバッタイ、従いましてセカンドダウンやり直しです。10ヤード下がりましてセカンドダウン13の状況で試合再開。熊本マーベリックス、セカンドダウン13、ボールオン相手陣15ヤード。さあここで右オープンへのランプレーを展開しました。キャリア10番、ハンドオフを受けて右オープン展開し約4ヤードのゲイン。ここでホイッスル、フィールド上に負傷者発生しましたためレフェリーアウトタイムアウトが取られています。キャリア10番は押谷でした。関西学院大学出身。さあ試合再開となりました。熊本サードオンライン、さあここでカウンターオプションを展開しました。モーションした選手その逆に切り返すような形でオプションピッチを受け左オープンを展開。ピッチを受けた26番、見事なフットワークで10ヤード以上、約8ヤードのゲインとしていますが、フォースダウン、わずかに1ヤード残っております。しかし、見事なランでした。ランニングバック26番、国広のランプレーでした。ここでホイッスル。ここで熊本、後半2回目のタイムアウトを使います。さあ残り1ヤードですが、ゴール前3ヤードあたりまで進んでおります熊本。ここでどのようなプレーを選択するでしょうか。このタイムアウトの後のワンプレー注目しましょう。熊本プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、前進しないと攻撃を失います。さあこの攻防どうなるか。ギャンブル失敗、攻守交代となります。
ここでオプションプレーにより突破を図りました。カウンターを植える形で決まるかと思いましたが、コルベッツディフェンスに殺到しまして、このランプレーを阻止しました。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代となります。攻撃権は CA コルベッツと変わりました。 CA コルベッツ、ナイスディフェンス。さあ、もう1点取ってもらいました。レッツゴーマーベリー。さあ、攻撃権奪い返した CA コルベッツ。しかし厳しい自陣4ヤードの位置からの攻撃です。 CA コルベッツファースター。パス成功、ナイスパスカット。まずここで意表をつくパスプレーから入りました CA コルベッツ。しかしこのパスを熊本11番がパスカットしまして、パス不成功。見事にパスカットしましたのは熊本11番の佐々木、慶応義塾大学出身。CA コルベッツセカンドダウン10。パス不成功。再びあえてパスプレーを確保しました。プレッシャー来る中、奥に走り込んだワイドレシーバー22番へのロングパス。しかしパスがコントロール定まらず、オーバースロー、サードランに変わります。さあ、 CA コルベッツサードランテン。パス不成功。なんとか打開図らんとパスに出ましたが、しかしプレッシャー殺到しパス不成功となっています。 CA コルベッツフォースダウンに変わります。CA コルベッツ自陣4ヤードからフォースダウン10。ここでホイッスルが鳴ります。CA コルベッツここで後半1回目のタイムアウトを使います。タイムアウトを解けまして試合再開です。 CA コルベッツフォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。パンターエンドゾーンにいる厳しい状況ですが、さあこれを見事決めることができるでしょうか。プランプトリターンに入る。ナイスリターン。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、見事なリターンが23番川津の見事なリターンがありましたが、このイエローフラッグが非常に気になります。キャリーで、その手前のところにイエローがある。いいよ、キャリーで。それダメなんですか。
距離を ブロッカーはダメ、ブロッカーに対して、いやそうダメだよ、それ俺らの時代もダメだよ。先ほどのプレー、パントを蹴りました際にパントチームでありましたコルベッツに反則がありました。腰から下へのブロック、非常に危険なブロックになります。このブロックによる、使えるエリアに制限はありますが、このエリア外でこのプレーを行いました。この反則によりましてペナルティが発生しております。結果的にボールがデッドした位置からさらに罰則を受けて、この位置から熊本の攻撃という形に変わります。従いまして攻守は変わりまして、熊本相手陣13ヤードからの攻撃に入ります。熊本相手陣13ヤードからファーストアンテン、ここでトラブルが発生しました。クォーターバック13番スナップを受け損ね、ボールをファンブル、自ら抑えておりますが、しかし大きく後退しております。しかしここでイエローフラッグが発生しています。反則が発生しています。この反則が果たしてどちらにあったか注目しましょう。ディフェンスの反則です。交代違反、メンバー交代の際に12人フィールドにおりました。結果的に先ほどのプレーは無効となり、ディフェンス5ヤード抜退、したがってオフェンス5ヤード前進という形になりまして、ファーストダウンやり直しです。熊本大きなミスがありましたが、しかしこれは相手の反則に救われました。結果的に熊本相手陣9ヤードからファーストダウン5。さあ中央へのランプレーをまず入れます。キャリア31番、ハンドオフを受けまして中央突破、32番ですね、中央突破を図りましたが、しかしこれはコルベッツ72番タックルしましてゲインなしとしています。キャリア32番は岡本、立命館大学出身、これを食い止めましたのはコルベッツ72番の鳥貝、琉球大学出身のプレイヤーです。熊本マーベリックスセカンドダウン5。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック13番プレイアクションから左に展開したワイドレシーバー83番にパス、83番これをキャッチし、相手タックルをかわしながらそのエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。熊本ワーベリックス6点追加となります。見事なタッチダウンパスを投じましたクォーターバック13番は谷川、西南学院大学出身、取りましたのは83番の吉村、東京工業大学出身のプレイヤーです。そしてこのトライ4ポイントも見事にキッカーの村田が決めまして1点追加、熊本マーベリックス17点、 CA コルベッツ0点となりました。フィールドゴールの成功です。
さあここで新戦力となりますクォーターバックが見事タッチダウンを上げました熊本、その差17点に変えております。 CA コルベッツ、この残り時間あります5分30秒で状況打開図れるでしょうか。熊本マーベリックスキックオフ、コルベッツリターン、これはカバーチームを集まりよくコルベッツ自陣32ヤード付近でボールデッド、この位置からの攻撃と変わります。CA コルベッツ自陣33ヤードからファーストダウン10、12番プレッシャーを感じてパスから急遽スクランブルに転じました。この判断よく約9ヤードのゲインと変えています。ここへ来て見事なランを見せましたのはクォーターバック12番の中原、佛教大学出身のプレイヤー。さあまず中原はしかし攻撃を展開緩めません。セカンドダウン残り1ヤードの状況、パス不成功、再びパスを投じようとしましたがこれを熊本ディフェンス陣殺到、17番阿波谷サックというところまで追い詰めましたがクォーターバックここはうまくパスを投げ捨てそのロスを防ぎました。しかし凄まじいラッシュをかけましたのは熊本17番の重岡、熊本大学出身。CA コルベッツサーダウン残り1ヤード、パス不成功、ここで CA コルベッツスクリーンパスロングパスを投じると見せかけ手前にいるランニング枠にパスを投じキャッチアンドランを図らせるプレーを展開しようとしました。しかしプレッシャーからパスを投じるコントロールが定められずフォースダウンとなりました。CA コルベッツフォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、中央へのランプレー、さあ攻撃権更新になったか、攻撃権更新ならず攻守交代となります。フォースダウンギャンブル失敗、攻撃権は熊本マーベリックスに変わります。状況打開図らんと中原自らの足でその勝負をかけましたがしかし攻撃権更新になりませんでした。攻撃権変わりまして熊本マーベリックスの攻撃に変わります。ボールオンは相手陣41ヤードから熊本マーベリックスファーストダウン10、これはしかしディフェンス陣奮闘します。中央へのランプレーを投入しました熊本、それをコルベッツ57番見事なチャージをかけまして約4ヤードロスに変えています。素晴らしいタックルをしました57番は森山、福岡教育大学出身。先ほどから応援メッセージ殺到しています。森山選手のプレーが活躍ここで光りました。ここでホイッスルが鳴っています。試合再開となります。
熊本セカンドダウン14で試合再開です。ここもコルベッツ踏ん張ります。今度はキャリア31番の突破にかけ、32番の突破にかけましたが、これをコルベッツ45番がチャージしまして、さらにロスを奪っています。タックルしましたのはコルベッツ45番の那須佐賀大学出身。こちらも先ほどからチャット内の応援メッセージありました選手です。熊本サーダウン15、不成功。ここで鮮やかに中央を切り込むようにパスを投じましたクォーターバック13番。しかしこれをワイドレシーバー28番キャッチできず、パス不成功となりフォースダウンと変わります。熊本マーベリックスフォースダウン15。パントフォーメーションを選択します。ナイスパン。ここでパンター2番絶妙の位置にボールを落としまして、ボールCA コルベッツ陣3ヤード付近でボールが止まり攻守交代となります。ここに来て素晴らしいパントを蹴りましたのは熊本マーベリックス2番の久保田、東海大学出身のプレイヤーです。失礼しました、ボールが止まりました位置はコルベッツ陣7ヤード付近の模様です。この位置での攻守交代です。コルベッツ自陣7ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック12番パスを受けプレッシャー浴びながら、しかしロングパスを敢行。ワイドレシーバー8番あと一歩でしたがパス不成功となっています。先ほどのターゲットは8番の小原でした。 CA コルベッツセカンドダウン10、ボールオンは自陣7ヤード。パス不成功。今度は内に切れ込むレシーバーへのパスを投じましたが、これもわずかにオーバースロー。ターゲットは8番の小原でした、元サンズのレシーバー。ここでなんとか一矢報いんとそのパスを投じられておりますが、しかしわずかに届いておりません。 CA コルベッツサーダウンに変わります。CA コルベッツサーダウン10。パス成功。クォーターバック12番相手タックル受けながら倒れ込むようにしてパスを投じました。これを2番見事にキャッチしましてフォースダウンと変えております。ゲインは5ヤード。まるでマホームズのような、まさに倒れ込みながらのジャンピングスロー、倒れ込みながらのスロー見事に決まりました。さあしかしフォースダウン5です。CA コルベッツフォースダウンギャンブル。
なんとか投げんとタックル受けながらかわそうと必死にステップを切りましたが、しかし仕留められフォースダウン失敗、攻守交代となります。しかしクォーターバック中原素晴らしい奮闘ぶりでした。攻撃権変わります。熊本相手陣12ヤードからのファーストダウン10。クォーターバック13番 QB キープで左オープンのランプレーでしたが、これはコルベッツディフェンス殺到しまして79番のプレッシャーによりまして約10ヤード近いロスを奪われております。しかしそれを一旦跳ねのける素晴らしいファイトもありました。タフネスを見せつけましたのは熊本マーベリックス13番の谷川、西南学院大学出身。これを追い詰めましたのは CA コルベッツ79番の梶原でした。九州産業大学出身。こちらもチャット欄先ほどから応援メッセージ殺到しております選手です。ここでホイッスル。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜退しセカンドダウンやり直しとなります。熊本セカンドダウンロング、不成功。ここで一気にエンドゾーンを落とすロングパスを狙いました。まさにエンドゾーンギリギリ手前の、そして入り込む位置にボールを落とすようにターゲット27番に投じましたが、わずかにこのパス手に届かずパス不成功となっています。熊本サードダウンロングに入ります。ボールオンは相手陣29ヤード。インターセプト、ターンオーバー。ここで再びロングパスを投じました熊本。しかしそれを取りましたのは、CA コルベッツ42番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事ボールを奪いましたのは42番の渡辺でした。久留米大学出身。さあ試合時間残り14秒で CA コルベッツの攻撃に変わります。 CA コルベッツ自陣8ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでパスプレーに転じましたが、これを熊本8番の選手でしょうか、見事にパスカットしましてパス不成功としています。 CA コルベッツセカンダウンに変わります。試合時間残り6秒、 CA コルベッツセカンダウン10。クォーターバックパスロングパス投じんと身構えましたが、これを熊本11番が QB サーク、パスを投げる前に仕留めました。そしてここで試合時間がなくなりました。
試合終了となりまして、熊本マーベリックス17点、CA コルバッツ0点で熊本マーベリックスの勝利となりました。試合コルベッツ、この試合は敗戦となりましたが、しかし前半戦全く五分の戦いを演じる素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。そして見事この開幕戦、地元の開幕戦を勝利されることになりました。熊本もマーベリックス、素晴らしい戦いでした。本日はご観戦ありがとうございました。九州リーグ、シーズン今から始まってきますので、まだまだ応援よろしくお願いします。コルベツもまだシーズン頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。気をつけ、レイ。CA コルベツ、惜しくもこの試合逃しましたが、しかし昨年度準優勝にふさわしい素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。両チーム、その開幕戦にふさわしい素晴らしい戦いを見せていただきまして、非常に感激しております。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは心優しいグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたなのかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。
そして次へと進む。この物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。そして多くの方々のチャットメッセージありがとうございました。本日の配信は九州社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施しております。その配信受けたまりましたのは私、道楽やりしでした。機会ありましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。